はい、それではミスト4リベレーション続きをやっていきたいと思います。ちょっといろいろミッションがねいくつか同時進行してる感じなんですが、とりあえず今のところはアクナの日記を探すっていうミッションと、あとは水の魂になんかいいものを持って行ってなんか手助けしてもらうっていうミッションが進行してますね。で、水の魂の方はね、まあなんとなく、まあ分かっているので、ちょっとアクナの日記の方をやっていこうかな。ただね、ちょっとアクナを信じていいものかどうかっていうのは若干まだね、疑念はある。うん？イーシャは大丈夫ですよね。必ずあなたが見つけてくださいますよね。セレニアにいる間、イーシャは毎朝ここを訪れ、何時間も蝶に蜜をあげていました。イーシャには家族より蝶の方が良かったのでしょう。シーラスやアクナーよりも。あの二人の兄弟は、追憶の部屋と私たちの弔いの儀式に強い興味があるようでした。まるで死が恐怖であるかのように。私たちは祖先の導きを信じています。新しい見識を授かったら必ずお伝えします。まあ普通に考えりゃ死は恐怖ですよね。特別シーラスとアクナーが悪いことではないと思うんですが、あ、本当よく反応するね。これひょっとしてマップだったりする？これって病気で亡くなった男の子を表してるの？男の子だけじゃない。この世界すべて、あらゆる存在が相互に関係していることを表しているの。水で？水はすべての命の源。ちょっとね、アクナを信用していいかどうかっていう疑念はまああるんですけど、まあちょっと信じてみようかなって思った理由としてはですね、あのシーラスの日記とアクナの日記を、まあ、読み比べた時にですね、まあ、シーラスの方は、まあ、明らかにアトラスを憎んでるし本当に殺そうとしてるっていうのがひしひしと伝わってくる文面なんですが、アクナの方はね、そんな感じがあんまりしないっていうか、なんか恨んでる感じはしなかったんですよね、読んだ限りでは。さすがにそんな日記で嘘を書くということもないだろうっていうのがあってですね、まあ、ちょっとアクナを信じてみてもいいのかなと、まあ、思ってはいますね。イーシャをお探しなのね。あ、これあの時の話か。何かあったかもしれません。2週間前にネックレスを送ってからは見ていないの。このロープはなんか金鳴らすやつだから、変に鳴らさない方がいいかもしれないですね。あなたは追憶の部屋に助言を求めなさい。私たちよりずっとよくこの地のことを知っていますから。祭礼用の通路を通ってお行きなさい。追憶の部屋の見識を求めなさい、うん、はい。とりあえずこっちは何にもないんだな。で、アクナの日記は2つの川が交わるところって言ってたよね。交わってる気がしなくもないぞ、ここ。いやでもここなんか石柱って言ってたんだよな。あー、
確かこっちにいたんじゃなかった？水の魂。確かこっちだったような。あれ、ここだった気がするんだけどな。ここにいた気がしたんだけど。もしかして場所ランダムで変わる？それはちょっと話が違うぞ。ここにいてくれるんだったらさ、話は簡単で、多分ね、持っていくべき贈り物はシャボン玉だと思うんですよ。あなたは水の子って言ってたおばちゃんの後ろをなんかやたらとシャボン玉が飛んでたんで、多分シャボン玉を持ってきゃいいと思うんですが、出る場所は固定じゃないのか、ひょっとして。それはちょっと厳しいぞ。まあいいや、とりあえずちょっとアクナーがいそうな石、アクナーがいるじゃないね、アクナーの日記がありそうな石柱。くそー、あそこに出るんだったらここでさ、シャボン玉を持っていって、でこのままずっとこうこうやって歩いていけばさ、ね、これ、あ、消えちゃった。結構シビアだな。この距離でも間に合わないのか。おお、ちょっと厳しいな。どこに出るか分かんないし、その出る場所に都合よくシャボン玉があるかどうかも分かんないし。まあアクナの日記を探しがてら、そのなんだっけ、水の魂か、あいつが出る場所も探すか。二つの川が交わってんでしょ。これはなんか手のひらを燃やすやつだな。あ、これもそうかな。この辺はどうよ。あ、これあれか、シーラスがぶっ壊したやつですね。あ、ここも出そうだよね。そういうことか、いくつか出現ポイントがあるんだ。ちょっと難しいな、そうなってくると。ここから来たのか、ひょっとして。あ、そうだね、こっから来たんだ。ん？あ、これはシーラスがぶっ壊したやつかね。二つの川が交わる。二つの川が交わる。あれ？こっちって言った？こっち行ってなくない？ここは来てないよな。ん？ちょっと待ってよ。これ。ちょっと待った。まだ早い、まだ早い。これは多分まだ早いよ。俺まだこっちに行ってはいけないと思う。これ、そうだね。あの、アクナと出会った反対側だね、ここは。なんかあっちに行くと、シーラスのいるところに、こっちか。
シーラスのいるところに行けそうだけど、多分まだ早いのではないか。これは多分なんかこの跳ね橋かなんかを上げ下げする機械だな。ただそんな簡単に入れんのか。まあいいや、ちょっとまだこっちは早いだろう。2つの川が交わる場所の石柱、なんか川なんてさ、そこら中で交わってそうに見えなくもないんだけどな。あれどっから来た。もうちょっとどっから来たかわかんない。川は流れてるな。川を追いかけりゃいいのかな、とりあえず。いやもうちょっとね、あ、この音は、あ、ここに出たのか。シャボン玉ある近くに。近場にシャボン玉が。これは、あ、ここにあるな。持っていけるかな。あ、ただ時間がね結構シビアだから、どこだ、こっちか。あー消えた。あー、もっと素早くやんなきゃいけないのか。難しいなぁ。てか、そうこうしてるうちにさ、で、こう、素早く動かすと消えちゃうんですよね。それがまた難しくって、もっと上の方で掴むべき。あ、消えた。あんまり素早く動かしすぎても消えちゃうんだよな。こう、ゆっくりと持っていかなきゃいけないっぽくて、こっち、こっちか。あ、どうしよう、なんかミッションコンプリートしちゃった、ひょっとして。今のはうまくいったのかな。やばい、今のがうまくいったのかどうかがわからん。もしうまくいってるんだったら、なんか追憶の部屋かなんかに入れば話が進むんだよね。どうしよう、アクナの日記ほっとく。ちょっとちょっと気にはなるんだけどな、アクナの日記。うまくいってんのかな、怪しいんだけど。いやもうちょっとついに花粉症のシーズンになって、もうずっとね、目がかゆいんですよね。もう、あのね、起きてる時はいいんだけどね、寝てる時がやばくて、あの、寝てる時にね、かゆくなったらね、もう寝ぼけてるのもあるから、
めっちゃ目こすっちゃうんですよ。力いっぱいこすっちゃうんで、あれダメですよね、目をこすったらね。どうなんだろうな、うまくいっているのであれば多分だけど、こんな明るかったっけ、ここうまくいってるんだったら、あの階段を上った先の部屋が多分ここですね。この先に入れば話が進むんじゃないかなとは思うんですが、時間がなくなってきたようです。え、幸いこれから先のことについて私から言えることはほとんどありません。え、鏡の国では人それぞれ見えるものが違いますから。ですがあなたを案内する魂が待っていて、知るべきことを教えてくれるでしょう。どうぞ横になって。あ、進んじゃった。あー、アークナの日記どうしよう。まあなんか戻ってきて時間があったらやるか。いつもは旅人が戻るまで待つのですが、今日はいろいろなことが起こったので待っていられません。もしあなたが求める答えを得ぬままに夢の国を去る決断をしたならば、後でもう一度独力で戻らなければなりません。その時は祖先のすべてを見つめる目をじっと見ることです。そうすれば夢の国に旅立てます。準備はいい？あなたの上にある目をじっと見なさい。そうすれば旅が始まります。あなたの目を見ればいいんですか？あ、違うのか上の目っていうからおばちゃんの目を見続けるのかと思った。あ、なんかどうもうまくいってたみたいですね。わかりづらかったけど、すいません、ちょっとアクナの日記は保留ですね。保留っていうかどうしよっか。いや正直ね、あの初代ミストとこの今回のリベレーションとでね、今一つこう整合性が自分の中で取れてないところがあるんで、もしそのアクナの日記テアラがその整合性を取ってくれるんだったら読む価値はあるのかなと思ったんですけど、ただ罠の可能性もあるからな。すげえ綺麗、さすが夢の国。ただなんか望む答えを得ぬままに夢の国を去るべきではない感じのこと言ってましたよね。望む答えってなんだ。まあ、それがとりあえず見つかりさえすれば帰っていいんだな。あ、意外ともしかしてこのセレニアに来てから長いのかもな。なんかもうちょっとしたら終わると思ってたけど、そうでもない気がする。あ、眩しい。すっげえ眩しいんだけど。多分イーシャとかもこの夢の国に行ったりしたんだよね。だから夢の国で寝ちゃダメだよみたいな話をしてたんかな。あ、すっごい眩しい。どうなんですかね、あのアクナーが親父を連れてくるなっていう出たから、多分トマーナに戻ったりするとバッドエンドが確定したりするのかな。
着いたかな。暗い、暗いです。え、何にも見えないよ。まだムービーかな、これは。想像とは違ったかな、旅人よ。ん？誰？あなたはあなたを煩わす問題の答えを探しに来た。ならば夢の国が暗く謎めいて見えるのも道理だろう。は？恐れるな。あなたの贈り物が放つ香りが漂ってくる。いい匂いだ。私はこの闇を光で照らし、あなたが祖先と呼ぶ者たちのもとに案内しよう。彼は祖先ではない。あなたと同じただの旅人だ。彼に近づけたなら、あなたは彼に触れ、その夢を好きなだけ体験することができる。ほう。夢にはあのような者たちがしばしば訪れる。目覚めている世界では得ることのできない喜びを求めに来た仮の住人だ。祖先とは異なり、彼らには夢を描く知恵がない。だがここに宿る可能性を見て多くを学ぶことはできる。彼らの気晴らしに訪れることがある。触っていいのかこれ。なんかインベーダーがいる。え、触れと言っている。え、何？触っていいのかな。触れねえ。あれ、インベーダーも消えた。よっ。なんか難しい。なんか難しいな。あれ、俺もしかしてなんか時間制限的なものに引っかかったか。来なさい。この夢に影響を及ぼす力を持つ者がやってきたようだ。え？不思議だ。彼女は祖先に似ているが祖先ではない。だが旅人でもない。彼女には戻るべき精神のありどころを感じない。まるで接続が不本意に切られてしまったかのようだ。え、彼女ってそれいい者じゃないか。なぜこうなったのかわからないが、これがあなたの求めているものだろう。祖先がやってきた。彼女と意思の疎通を図っている。祖先はあなたのために夢を描いてくれるそうだ。そのためにあなたの協力が必要だ。祖先に触れてエネルギーを分け与えるのだ。そうすれば祖先たちは深く調和できる。何の話かわからん。意識の一つになった時、彼らの知恵が求めている答えを導いてくれるだろう。さあ、時は来た。終わるまで私は口をつぐんでいよう。もし不満が募るようなら、お守りに触れて合図しなさい。求めている答えは得られぬが、すぐにセレニアに連れ戻してあげよう。とりあえず、え、何をすればいいのかがわからないっす。ちょっと待って、何をどうすればいいんだい。触れって言ってるよね。
やーちょっと待って、どうすればいいんだこれは。この色、あ、ちょっと待って、わかった。え、見れねえ。あれでしょ多分、あれじゃないの、シーラスが残してたやつ、スパイアだよね、スパイアに残してたあの6色のパネルじゃないの、あれでしょ多分。あれだと思うんだけどさ、色を覚えてないで。ちょっと待って。あれだよね多分この感じは。やーばっ。